ジャパンフットボールリーグ第2回ジャパンフットボールリーグ第2回ジャパンフットボールリーグは1993年度に開催されたジャパンフットボールリーグのリーグ戦である。優勝は1部が藤田サッカークラブ、2部がホンダ技研工業サッカー部であった。今シーズンから JFL に参加するクラブの中から日本プロサッカーリーグが定める基準をクリアしたクラブに対して J リーグ巡回員という資格を与えた。巡回員には J リーグカップサテライトリーグの出場資格が与えられ、この巡回員資格を持ったクラブが JFL 一部で2位以上の成績を収めれば J リーグへの参加を認めることになった。こうして実質的に J リーグにクラブを送り出す株リーグとしての性格を強く持つようになった。一部の優勝の行方は中山正史。 吉田光則らの日本代表選手を擁するヤマハイフシージュビロ岩田と前年の天皇杯ベスト4の藤田に絞られ最終節の直接対決によって決する状況であったが藤田は第17節までにヤマハとの得失点差を19に広げておりその優位は動かしがない状況であったそして9月5日のヤマハ東山サッカー場で行われた試合の結果 藤田が1から0でヤマハを尻け初優勝を成し遂げた。しかし、これですんなり J 獲格というわけにはならなかった。ヤマハが1991年にプロリーグ参加候補から落選した苦い経験からすべての問題をクリアにしていたのに対し、藤田はホームスタジアムとして使用している平塚競技場の整備が遅れたことが災いし、昇格は保留され、 リーグ戦後位と低迷した柏レイソルが候補として再浮上。新たにナビスコカップの成績も先行材料に加えられると、昇格争いは混迷を続けたが、最終的に11月の理事会によって藤田とヤマハの J 昇格が決定した。JFL1 部は J1 と呼ばれる。JFL2 部は J2 と呼ばれる。ありがとうございます。